皆さんこんにちは、バロです。それではバニッシュドコロニアルチャーターシーズン2やっていきたいと思います。ここは前回建てた団子集落かなです。32年目の春で、総人口は400人弱、380人ぐらいです。バルさん、なんかちょっと計算早いなぁと思ったと思いますけど、録画する前に市役所で人口を見てきました。それはいいんだけど、どうかなぁ。まあとりあえず3点セットを、上側、橋渡った向こう側に今作っている途中です。ここにねってパッと飛んだからどこだっていう話なんだけど、先ほどの中央市場の、これ北南が今反対だから、北西側にとりあえず作りました。で、行商にも今来てると。そして未だに、病気の人が治らないというところだね。これさ、これを作ってみよっか。余ってるからね。では稼働させてみよう。よし。それでは、そしてお酒も出来出したじゃないですか。70作ってるんだぜ、前年度。いいですね。よし、いいですね。お酒もちょっとずつ入ってきたよ。人口も増えてるし、オッケー、これでオッケーか。よし、これで稼働しだしたかな。第一集落もだいぶ、なんていうの、バラエティーが増えてきましたね。いいね。これで、ログ等々もちょっとずつ回復してくるんじゃないのかなと思っています。ここはいけないんだな。じゃあせっかくなんでこっちにも橋を作っておきますか。なんとなくの思いつきで。よし、ここね。で、しっかりと道も敷いといて、と、あとはハンティング、これだな。よし、いいじゃない。すげえタスクの数。いや、ちょっと今無理だわ、すいません。薪の数が圧倒的に足らない。木の数が圧倒的に足らないね。木こり小屋がとりあえず、木こり小屋じゃない、木こり小屋か。1、2、3、4人、 OK。 これで木こり小屋が一つ立ちました。
そしてここのね、ひっくり小屋だね。そして狩猟小屋と山菜小屋ができてくれればまた少しずつ変わってくるんじゃないのかな。いや、いいじゃん、橋だぜ。トンネルもあるし橋もあるし、いいじゃないですか。まあ家も同時進行に作っているので、まあちょうどいいんじゃないのかな。この農地もう一つずらすか。いや、いっか。こうして、こうするか。なんやらまっすぐ立てれいけないね。うん、よし、今ちょうどいいんでここに井戸を建てよう。公共施設の井戸、はい。よし、で道もちゃんと敷いておいてだね。 OK、では少し早めてみますか。5倍速。うん、よし、山菜採りもできました。狩猟小屋も 1,2,3 人。よし、少しずつだけど生きてきだしたね。さっきまでね、病人が1人だったんだけど、また5人に増えた。病気がなかなか治らないな。パンも、ああ2人亡くなったな。ちょっと人が亡くなるスピードが速くなってきたね。子供の数がすごい。余ってる労働者が5人。まあ天才ができたから、砂糖がね多分作れるんだけど、ちょっと待ってみますか。ちょっと待って、羊1頭になってんだけど、なぜ。そして朝も全く取れてないっていう、なぜ。よし、これで全員病人は診療所に入ったはず。うん、あれ、君何してんの。よし、これで少しずつ稼働していくんじゃないのかな、いろんなことがね、と思うんだけど、行商人がとりあえず来たね。こっちを通っていくっていう、まあいいんだけどさ、ここも全部入ってるからこっちにも家が建てられるわけね。うん、あと3人しかいないな。4人になったけど、
とりあえずこれで行ってみるか。はい、行商人が来ました。何持ってきた？交換できないな。家もいっぱい建てられるし、あ、消費量が上回ってるな、生産量より。そうか、ちょっとじゃあ早急に食料関係を立ててもらった方がいいな。麦とロックメロン、小麦、じゃがいも、とうもろこし、はい、行商に。まあ何も変えられないんだけどね、今のところ。薪の数がちょっと怖い。木材ももう少ししかないな。ちょっとな。そうか、くるみを手に入れたんだったね。ここはくるみだな。木材がちょっときついな。そしてツールもちょっとキリキリ前になってきたところがある。潮だまりが素晴らしい勢いでできてるね。あと橋もね。よし、物置小屋がとりあえずできました。どうだろうな、少しずつ潮だまりができたね。よし、橋もできた。どうかな、こっちにも酒造場を作るか。いや、ちょっと待った方がいいかな。じゃあせっかくだし、ここにも天才を作るか。20×20 ではここに、あれ、くるみはさ、なるほど、オッケーオッケー、わかったわかった。くるみは麺、朝、タバコといった食料ではない。あ、多分くるみはこっちか。多分そうじゃないのかな。くるみはこっちじゃないかな。20×20、よし。
低密度の農園にして、この麻、これを、OK。そしてツールが足らなくなってきたな。鍛冶場を作るか、じゃあ。鍛冶場。と、これね。よし。鍛冶場。そして、冬になったね。井戸ももうできる。子供の数は素晴らしいものがあるけど、人口どうなるかな。栽培農園ができたね、これで。あ、400人超えた。よし。これで朝。よし、これで農民が多すぎる。うん。うん。よし。お酒がやっぱり追いついてない。行商人。蚕の繭。ピーマン。マジ？薪が足りないからな。ちょっと、じゃあ分かった。一つ交換して、これで、あら、あれ、はいはいはい、すいませんすいません、やっぱり暗算じゃダメだ。豆を交換して、そして薪をちょっと一回ゼロにする。ちょっと攻撃はできないけど、そしてこっちでまた農場を作る。豆を作れるから、よし。はい、行商人来たけど、ちょっと何も交換できないな。はい。薪が回復してこない。これはどうなの？やっぱり薪ばっかりに頼っているところがあるのかな。例えば
ろうそくを作ったりすると薪の消費量が落ちたりするのかな。あとは家具とかを作ってあったかく、したりとか。うわー、わかんねえ。とりあえず火事場、ができた。ここは鉄のを作るか。冬だね。33年目の春になりました。はいいんだけど、ちょっと家を建てといた方がいいな、さすがに。ああ、1軒しか建てられない。木材がもう少ししかない。そしてツールも回復してこないな。馬は3頭になった。いや、ツール少しずつ回復してきたね。食料もどうにかなりそうな感じだし。ちょっとこっちが先。ここ先。お、取れてる取れてる、いいね。オッケー。これで少しずついろんなものが回復してくるとは思うんだけれども、まあとりあえずあとここができればというところかな。この辺石と鉱石を取るって指示しなかったっけ、してなかったっけ。まあいいや。とりあえずこれでちょっと飛ばしてみましょう。木材が足りない。なかなか木材が回復してこないね、やっぱり。やっぱり木こり小屋をもう何個か作ってた方がいいのかな。そして病人、入ったね。診療所に入りました。そうだね、この辺もちょっと伐採してみるか。行商人が来たな。まあちょっと薪の数も足らないし、薪と道具がちょっと心もとないね、やっぱり。これで多分ね、朝が取れるようになるとは思うんだけれども。羊いなくなっちゃったじゃん。マジか。じゃあちょっと一回止めて。二人減らす。
ああ、洋服もいい感じだね。石もとりあえずマックス取れてると。いいね、すごいね。牛肉の数が半端じゃない。牛肉と魚の数が。ということは缶詰工場的なものも作れるんじゃないのかな。ねえ、行商人来たけど今ちょっと今パス。では缶詰工場的なものを作ろう。よし、食品加工場、ジャムやピクルスのような保存食を加工します。なるほどね。違うな、これじゃないな。あった、肉を缶に詰めます。食料の価値が高まります。なるほど。果物、スープ、牛肉処理場、肉をさまざまな種類の肉や製品に処理するところです。これをこの薪割り場の裏あたりに作るか。牛肉加工場、あ、ちょっと待った。ここじゃなくて、あれ、ここじゃなくて、牛肉加工場をこっちに作ろう。そして羊肉、羊もいなくなっちゃった。ラマ、バイソン、豚、鹿肉、馬肉、いやー、まあ鳥はないんだよね。羊の毛を刈るところ、こういうのもさ立てといた方がいいんだろうね。ミルク、卵、この辺がどういうあれになってんのかはよくわかんないけど、まあちょっと進めてみますか。その前に缶詰、どれだっけ、これか、缶詰を作るところ。よし、ここに作って、忘れる前にしっかりと道を敷いておいて、感じかな。よし、低密度の果樹園がとりあえずできました。ここね、ここにくるみを、よし、4人1234人、よし。そしてまあ農地、ここの農地をパッサクッと作ってもらいたいんだが、ちょっとね、行商に今無理だな。燻製所とか作ってみるか。
魚の燻製とかもね、作ってみたいよね。乳製品、これはピクルスとかを作るんだよね。サトウキビやテンサイから砂糖を、テンサイから砂糖を、よし、これで砂糖も作れる。よし、牛肉処理場、羊の毛を刈るところ、そして卵を取るところ、農地ももうすぐできる。天才がちょっと収穫しきれてないな。ただまあ天才だいぶ入ったな。1500ぐらい入ったから、こっちも収穫しきれてないな。5人にしても収穫しきれないな。食料はね、だいぶ余ってきたんだけど、あ、農地できたね。豆、はい、1,2,3,4,2、よし、これが今できたところだね。卵を取ったり、羊の毛を買ったり、牛肉処理場、そして缶詰工場が、今ここに作っているところだね。あー、お酒が足らない、お酒が足らないね。マジか。これはやっぱりね、ブドウとか他のものも取った方がいいのかな。交易でね、交換できていけれればいいのかなとも思ってるけれども、とりあえず薪も回復しつつ、ログも回復してきた。ちょっとずつだけどね。家が20軒ぐらい足んないね。食料の生産がとりあえず生産の方が多いけれども、木材、あーでも生産量の方が多いんだね。燃料系も、はい、製薫所っていいのかな。サトウキビじゃなくて天才を砂糖に変えます。これでパン、取れてないじゃん。パンパン屋を、乾パンから砂糖のシュガークッキーというものが作れるようになるんだね。ということで、パン屋と、もう一個ここにね、パン屋と、とりあえずパン屋を作る。ここは作れないな、一切。パン屋と、風車。大きな風車小屋、
よし、これで、さっきのなんやらクッキーっていうものも作っていきたいなと思います。どうなってんだこれ。よし、でこれで豆も作れるでしょ。まあね、34年目の春です。まあ今回はこの辺で終わりたいなと思います。次回は、パン屋でクッキーを作っていきたいなと思います。で、砂糖がね多分これからできていくと思うので、それから缶詰を、まあ、作っていきたいなと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。それでは。